でも、僕はやっと見つけ出した。そう。僕の居場所は、本物の居場所は、ここにある。はい、カット。これでクランクアップです。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、終わった終わった。もう無理、もう死ぬ。俺これからロッジ戻って寝るから、起こしに来たやつ乗ろうからな。お疲れ様。上久保くんはメイクに雑用にサブカメラにずっと動きっぱなしだったね。いや、ほんとお疲れ。今回はマジで感謝してるよ。俺たち芝居する側と違ってスタッフはみんなほぼ徹夜だしさ、なんか申し訳ないっつうか。あ、いやいや、役者が顔色悪いと画面映えもしないし、メイク大変なんで。あの、終わった雰囲気を出してるところ誠に申し訳ないんですが、一応言っておきますと、作品はまだ完成していません。この後地獄の編集作業、ホスプロが待ってますから。ああ、場合によっては別撮りでアフレコの必要もあるからね。寝ててください。完成がまだとは言いましたが、ここからは僕の仕事です。ないです。ポスプロは専門の編集機材とソフトを使うことになりますから。本当に一人だけで大丈夫？気持ちはありがたいですが、今から編集の仕方を教える方が手間がかかってしまいますので。大丈夫ですよ。少し前までの僕だったら重圧で逃げようとしたかもしれませんけど、みんなの努力を見た後で逃げるわけにはいきませんから。みんな集まっているようだな。まずは礼から言わせてほしい。2週間に及ぶ合宿、ご苦労だった。本合宿の目的は主役と準主役を選抜するためのものだったが、誰が主役となってもおかしくないほどみんなが質の高い演技を見せてくれていた。
監督の言う通り、みんなの成長具合には正直驚いたぜ。ま、この俺が精魂込めてしごいた甲斐があったってもんよ。成長したっていう割に、花井さん、合宿中は全然褒めてくれなかったじゃないですか。それにしごきというか、もう半分パワハラでしょ、あれは。うっせえ。お前ら褒めたら、すぐ調子に乗るからだろうが。さて、それではこれからミニドラマを上映した上で、最終選考に移りたいと思います。選考の結果は持ち帰ってから後日発表となりますが、このドラマの出来が大きく選考を左右する、そう思ってください。さすがに緊張するね、これ。あ、でも西島さんはこの雰囲気ももう慣れたもんじゃない？そんなことはないよ。このドラマの出来でオーディションの最終選考が決まる。この独特の緊張感ばかりはどれだけ経験を重ねても慣れないよ。では早速と、その前にいいか、上映はいいけどよ、ハルミの姿が見当たらねえぞ。それってまずいんじゃね？まさかまだ部屋で寝てるとか。ただの寝坊ならいいけどね。西島さん、確かハルミちゃんの隣の部屋じゃなかったっけ？朝、軽く声はかけてみたよ。でも、もうちょっとだから先に行っててくれの一点張りで。編集終わってねえってことか。マジかよ。どうされますか、監督。締め切りの指定は正午だからな。あと30分は待つ。まずは先に演技未経験組のミニドラマから確認するとしよう。ああ、楽だよな、カメラマンは。カメラ構えてただ立ってるだけでいいんだしよ。はあ？ふざけんな！それ言うなら脚本なんてな、ネットから原作適当に拾ってきて文章ちょっといじっただけじゃんか。うっせえよ！役者だって脚本がなかったらただのカカシだろ、棒読み役者！よし、俺にいい考えがある。脚本、お前カメラ持て。で、カメラマンは舞台に立って、脚本は役者が書け。はあ？見事なものだ。カメラ前での演技経験がないものはこういう場でどうしても萎縮した立ち振る舞いが増えてしまうものだが、5人が5人とも臆さず個性を生かして演技に臨んでいる。
浅木くんの脚本もさすがだな。不慣れな仕事をする展開に持っていき、出演者の演技が慣れていないことに自然な理由をつけ、さらに途中で役柄をシャッフルさせることで演技の幅をテストしたのか。さすがは牧野監督、私の狙いは全部お見通しですね。つーか栄一郎、今回の脚本は随分気合入ってたじゃねえか。可愛い弟子の見ている前で無様な脚本は出せませんから。大丈夫、こちらの作品も負けていないから、もっと自信を持って。おう、そうだぜ中期。何作もドラマや映画に出てる西島さんがこう言うんだから間違いねって。ではもう一組も上映を始めたいが、アルミはまだ来ていないようだな。改めてどうされますか監督。この業界は時間との戦いだ。撮影に入ればタイムキーパーのもと分刻みで予定が動く。それを理解していないのならば、残念ながら撮影など上田さん？脚本助手の上田君か。何か意見でも？確かにそうだが、せいぜいあと5分足らずしかない。この短い時間待ったところで、一体何が変わると？なるほど、一理あるか。いいだろう。所詮はあと数分だが、他ならぬ私自身が言った言葉だからな。ああ、ひとまずは完全に帝国が来るまで待って。その必要はありません。遅くなって申し訳ありません。ご迷惑をおかけしました。アルミちゃんが来たってことはひょっとして。はい、ちょうど今しがたギリギリですが完成しました。
僕たちのミニドラマ、プリテンドヒーローが。よっしゃー、俺は来るって信じてたぜ。つい今の今まで泣きそうな顔で焦っていたような。いやー、マジで俺も焦ったよ。滑り込みセーフとか、はるみちゃんエンタメ性溢れすぎじゃない？別にわざとじゃないんですが。ええ、では。監督、期限ギリギリで恐縮ですが、動画データをクラウドに上げました。そうか、お前が無事に作品を完成させるとはな。別に僕が一人で作り上げたわけじゃありません。むしろ僕の力はほんの微々たるものですから。僕は俳優を辞めたいんです。もうほっといてくれ。ダメなんだよ俺は。自分のミスで舞台をぶち壊しにしたあの日から人前に立つのが怖いんだ。じゃあなんで君は今も一人で稽古していたの？未練がましく人目を避けてまで観客のいないこの舞台に立つのはなぜ？簡単なことだよ。どうしても舞台に立ちたいならたった一つだけ方法がある。それは君が君でなくなればいい。セナ、お前本当にいいのか？利用されてるだけじゃないのか？分かってる。でも俺は感謝してるんだ。夢は一度ついえてしまっても完全になくなったわけじゃない。一度の失敗で全てを失った気になってた俺はこの役で救われたんだから。でも僕はやっと見つけ出した。そう、僕の居場所は、本物の居場所はここにある。
撮影中は完成した後のことなんて考える余裕なかったけどさ、こうして改めて見てみるとやっぱ超感慨深いものがあるね。俺もっす。どのシーンも演技もセリフも目の前で見たはずなのに、映像で見ると別物っつうか、目の前のことが信じられねえ。映画は魔法だと、そう表現する評論家もいるよ。現実の風景を枠で切り取る。それだけで現実が非現実になる。それが映画の最大の魅力だと。ええ、誰か一人じゃない。みんなの努力の賜物です。まずそれぞれの芝居に関してだが、しかし作品全体の話でいくと問題点としてカメラワークが悪いな。俳優陣の演技は目を見張るが、見せたい部分にピントが合っていないのが実に惜しい。あと音声も拾いきれてねえし、場面のつなぎも甘いとこあるな。ですね。シーン3と4の間は歩き出す動作をカット前に入れれば、それだけで自然とつながるはず。そうだな。撮影中は気づきづらいが、冷静に視聴者視点で見直してみればいくつもあらが見えてくるはずだ。じゃあこのドラマの評価は。だが俳優陣の魅力を出すためにスタッフが懸命に努力した点ははっきりと見て取れる。私は当然各候補たちの出演作に一通り目を通しているが、このミニドラマでの俳優陣は各自の代表作にも勝る勢いで生き生きと演じていたように思う。もう少しスタッフが経験を重ねていればどんな作品になったのか、とても楽しみになった。それはどういう。二度も言わせるな。いい作品だったという話だ。よっしゃー、やったぜ、高評価いただいた。喜びすぎだと思うよ。ただ褒められただけなのに。そもそも褒められても結果は別だから。この後キャストの選考が、うん、はいはい、西島さん、野暮なことは一個なし。西島さんだって出来が褒められて悪い気分はしないっしょ。まあそれは確かに。おっ、つうか牧野くんってば、なんか涙ぐんじゃってない。バカなこと言わないでください。眠気が限界であくびしただけです。
確かに編集作業は一人でしたけど、一人じゃなかった気がします。なあ、お嬢ちゃん、さっきから何百面相してんだ？いや、今来たとこだけどよ。顔も赤くなってるし、大丈夫か？なんつっても初作品だもんな。気持ちはよーくわかるぜ。お嬢ちゃんは未知数だし、晴海は頼りねえところあるから、正直心配してたんだけどな。お前らは俺や栄一郎の予想を大きく超えるぐらい成長してた。よく頑張ったな。ところで、さっきのドラマの中に神社のシーンがあったろ？おう、ここから歩いて5分の神社を撮影に使わせてもらったんだが、そこで地元の人に聞いたんだがな、ちょうど今夜祭りがあるらしいんだよ。だろう？残念ながら俺はこの後、おっさん三人で顔を突き合わせながら選考会議なんだが、お嬢ちゃんはフリーだろうし、息抜きでもしてくるといいぜ。
はあ、長かった合宿もこれでついに終わりか。俺的には結構手応えあったけど、選ばれるのは主役と準主役のたった2人だけだもんな。俺はぶっちゃけ受かる気は全然しないけどさ。俺は通行人でもいいから出たい。それエキストラじゃん。けど仮に落選したとしてもすっげえいい勉強になったよな。花井さんは厳しすぎたけど。発表されるまではまだ誰が受かるかは分かりませんよ。誰が選ばれてもおかしくないと監督自身が言ってましたし。よく言うぜ西島、お前が一番可能性あるだろ。そういや聞いたか、今夜近くで祭りあるって。あ、いいね。せっかくだし合宿の終了記念にみんなで行ってみねえか。すみません、行きたいのは山々ですが、実は少し前から頭痛がして。人の多いところは辛いので、皆さんだけで行ってもらえれば。あ、そっか、ならしょうがないな。お土産買ってきてやるからおとなしく寝てろよ。期待しないで待ってます。上田さん、ひょっとして見ていたの？ええ、なんとか合宿で頑張りすぎたせいかな。どうしてそう思うのかな？さあ、なんでだろう。いや、嫌いとか好きとかそれ以前の問題かな。イベントのゲストならともかく、普通に祭りに行ったことなんてこれまでの人生で一度もないので。有名勢ってやつかな。僕は幼いうちから子役としてそれなりに顔が売れてしまったから、トラブルを起こさないために父からそういう場所を避けるよう言われてきてる。父自身も昔はそれなりに人気のある俳優だったしね。別に昔から避けるのが当たり前だったから、
そんなこと考えたこともないかな。雰囲気というと？見事に食べ物ばかりのような気がするのは何でかな？わかった、わかりました。そんなことをしたところで、虚しいだけだと思うんだけど。君がそれで満足いくのなら、神社の近くまでは付き合います。よく見えないけど、割と大きな規模のお祭りみたいだね。そんなに食べたければ、今からでも祭りの場に混ざってくれば。上久保君あたりならきっとその辺にいそうな気がするし。検討もせずバッサリ切ったね。物好きな人だね、本当に。あんな楽しそうな人の輪に混じらず、僕とここで眺めてる方がいいとか。遠目に見るだけじゃ感想も何もないと思うけど、でもそうだね。祭り囃子の音色にほのかな明かり、嫌いな雰囲気じゃない。君が連れてきたいと思った理由、少しだけわかるような気がするよ。どうしたの？飽きたならそろそろ帰る。何でもいいよ、君のおすすめで。
あれ？あの、ふわふわの綿。綿あめ。じゃあ、おい、西島。少し我慢して、それ落とさないようにね。急にごめんね、走らせちゃって。上田さんがいなくなって少し経った時に、彼らがやっぱり祭り会場の方から歩いてきてね。気づかないふりしてさっさと逃げればよかったんだけど、間に合わなくて。断った手前、君と来ているのがバレたらあまり良くはないかと思って。そう。なんで？ん？別に僕は迷惑じゃないけど。それは、頭痛のはずの僕を君が連れ出したと思われたら、君が悪く言われるかもしれないでしょ。
大丈夫？上田さんって時々おっちょこちょいだよね。どういたしまして。そうかな。それじゃまるで僕が普段冷たい人間みたいじゃない。さすがの僕もオーディションが無事終わったことでテンションが上がってるのかも。なんだかんだ楽しんでたみたい。綺麗だね。どうしたの？もうさっき謝ったでしょ。僕をバカにしてる？確かに君について言ったけど、もともと彼らにも誘われていたんだよ。でもそれは断った。誘いに乗るか断るかは僕自身が決められて、そして君の誘いに乗ったのは僕が決めたこと。神社まで行こうと決めたのは僕ってこと、わかる？責任の所在は明確だと思うけど、なのに君に責任を押し付けるような情けない人間に僕が見えるわけ？あの時みたいに自分が悪役になればそれでいいっていうのは良くないと思う。あの時は君が必死だったからつい話を合わせてしまったけど、やっぱり違うと思うんだ。ああ、うん。できるなら祭りの雰囲気もう少し味わいたかったけど、差し当たってはこれで十分。ありがとう上田さん。そういえば一つ提案が。後で連絡先交換してくれないかな。
嫌なら自分から提案しないよ。君に興味が出たんだ。さて、いい加減食べようか。あ、焼きそばは君が食べていいよ。うん、ありがとう。あ、空いているのでどうぞ。おう、日中はお疲れさん。アルミともどもいい経験になっただろう。おかげでこちらも選考がはかどった。別に構わん。むしろ感心した。私に真正面から意見を言うものは最近ではあまり見ないからな。監督たちに来ていただいたのは他でもありません。先日話をした君の母親についてです。ええ、僕としてはその結論のまま終わらせてもよかったのかもしれない。だけどそのまま終わりにしたらどうにも落ち着かなかったのでね。もともとはあのドラマの関係者がという話だったでしょ。しかしそこについては何も解決していない。当時を知る協力者が必要だと思い、監督と花井さんに事情を説明しました。勝手な判断で申し訳ない。最初に君の名を聞いた時にもかすかに覚えのある名字だと思ったが、江原加奈子君の本名だったとはな。不思議な縁もあったものだ。ああ、よく覚えている。新人ながら成長が期待できる素晴らしい才能を持った脚本家だった。あの作品の後もオファーをかけたかったが連絡が取れなくなってしまってな。まさかすでに亡くなっていたとは。遅くなったがお悔やみを言わせてくれ。そうか。プリテンドトゥーラブか。まさかあれの脚本家がお嬢ちゃんのおふくろさんだったとはな。俺もあれの撮影当時はまだ二十歳前の若造だったけど、よく覚えてるぜ。なんつってもあの時ちょい役であのドラマに出させてもらってから俺の俳優としての道が開けたんだ。上田ちゃんのおふくろさんはその意味では俺の恩人ってやつだな。
では本題に入ろう。君は実の父を探しているそうだな。先に結論から言わせてもらうと、私は君の父ではない。確かに監督と脚本という関係上つながりがあったのは事実だが、彼女と打ち合わせをした時には常に助監や制作が同席していたし、プライベートで会ったこともない。完全に疑念を払拭したいのならば DNA 鑑定に応じても構わんが、ちなみに俺も似たようなもんだ。出演してたとはいえ脇役だったし、脇役仲間とばっかり喋ってたな。それこそお嬢ちゃんのおふくろさんどころか、あの時は監督ともほとんど話したことなかったしな。役に立てず申し訳ない。せっかくですし、他に聞くことはないかな。当時の状況を知る人がいるんだから、今疑問は解消しておくといい。何分昔のことだから記憶もあやふやではあるが、主演を務めていた西島康介君は相談があるからと積極的に声をかけていたように思う。ああ、その話なら俺も知ってます。なんか息子の出番を増やせないかって脚本に直談判に行ってたとか。ああ、つっても逆に言え、同じ現場に息子がいたわけだしな。親子俳優を売りにしていた彼がその肩書きに傷がつくような不貞を働くとは思えませんね。声をかけていたと言っても、そもそも彼女が現場に来ることはほとんどなかったからな。ああ、制作が始まる際の顔合わせと本読みに一回同席していたぐらいだったかな。俺としてはセナピーの方がよほど怪しいと思うんですが、どうすかね。セナ君か、否定はできんな。セナ君の父親、セナ陽介プロデューサーですね。私はお会いしたことはないけれど。あの人な、当時から女癖悪かったしな。新人にも手出してたらしいし、脚本家食っててもおかしくは。花井さん。とと、悪い。生々しい話しちまったな。他にも接触した相手はいるだろうが、こちらが覚えているのはこんなところだ。
みんな、2週間の合宿期間、本当にご苦労だった。家に帰るまでが遠足っつうし、車に気をつけてちゃんと帰れよ。子供じゃないんですから。